さあ、始めていきましょうか。2日目トレマやっていきたいと思います。さあ、声とゲームのバランス大丈夫かな。さあ、もうね、おっと、いきなりリアマップだ。早速やっていくよ。現在111、周回レベル39で、まあまたまったりやっております。結局ね、1日目の放送の後ちょびっともやらず今日の朝からずっとやっててるって感じですね。地道に。まあ、パーティーは全然変わんないっす。超進化ドフラミンゴになったぐらいかな。だからまあそんなって感じだけど、もうあれだね、敵がどんどん強くなってるからだいぶもうきつい。あとこのパーティーの配置をちょっとだけ変えた。ちょっと封じされる、必殺ターン巻き戻しと、ピスタン封じがちょっと、来て、赤犬だけじゃちょっとね、飛ばせないから、唯一使えるスキルのところに、ビッグマム置いて、今んとこやってると、そんな感じ。いやー、ミスってんな。さ、まったりやってくで。あとね、石が意外と少なくて最終日まで持たないだろうって思ってんだよね今。そこがちょっと懸念点で、もうこれビッグマムだけ発動して飛ばす感じだね。いやー、こんなトレマ頑張ってんのに久しぶりだわ、なんか俺でも頑張ってる方なんだけどね。今までもずっと5000以内でいいよって思ってたけど、なんか今回結構ライブ配信でね、モチベを向上させてるから無理やり。残波スムージーがね、もうきついんだわ。しっかりタップしていかないと本当にやばい。あとこれジャックがね、完全に倍率が、ゾロの分の倍率がかかってないから、ここの部分もきつい。ああ、ミスった。ああ、ミスった。くぅ。あとね、もうこの、ライブ配信は1時間で終わります。10時に終わるんで、結構、1日目よりは短め。やっぱね、連続してやるとあれもうダメだった。すごいあの後体調悪くなった。画面ばっか見ながらね、やって、ずーっと喋ってるときついわ。慣れんもんだね。だから、この放送は、9時にスタートしたんで10時で終わります。いろいろね、ちょっとセッティングとかあると普通に周回のあれの時間がなくなるから。なんで
多分ね、次ライブ配信するのは、トレマの最終日かな、ちょっと。3日目と4日目はちょっとなしになるかもしれないですね。シューガーのね、ボス戦だけ本当に楽。何にもないからね。たまーに、今日の朝、寝ぼけながらやってたら、ね、めちゃめちゃミスってたけど。ゾロと、フレンドジャックにするっていうちょっと謎みたいな。目標順位、何位ですか？目標順位どうだろうなー。100位台100位台かな。今112位だからもうこれを維持だね。とにかく維持。100位内とか思ってたけど結構これきついわ。フラミンゴはほんとなんかスロット運ゲーで、あ、そうだ、ゾロにしました。ここ左下ね、ちょっとエンハンスだけど、この心属性2人にスロットが揃わないとなかなか勝てなくなってきた。ガチ勢のキングさん、こんばんは。こんばんは。ガチ勢じゃないけどね。君の方がガチ勢だけどね。俺はもう君の順位を知っている。怖い子だ。3日目と4日目のライブ配信は一回なしで、最終日になる、次は。あ、ミスっちゃった。いやー、もう本当トレマって作業だね。マジで。ずーっと同じことの繰り返しで、周回するモチベがだいぶ下がるよね、後半。最初ここモリアだったんだけど、もうなんか貫通を狙っていく感じ今は。これ石追加あるな。さっきまでね、ずっとハンターハンター見ながら周回してたんだわ。ハンターハンター面白いって思いながら片手で周回してた。いや、サボるんですか。いやいや、サボるはしないけど、あれよし、周回の石をもう多分9個しかないから、多分最終日まで持たないと思うんだよね。サボさ、どうなんだろうな、強いのかな。
S ゲンとしての強さがあんまサボってどうなんだろうって感じ、個人的に。本当になんかトレマ用で作られた感ある。うん、早く来すぎたな。いやー、つらっ。ビデオがね、自分の船長が技じゃないとお邪魔変換してくれないからね、そこをね。多分2連で出ました。マジかよ、すごいな、めちゃめちゃ運いいじゃん。もういい、あれだよ、世の中にはもう110連やっても頼れるやつ一回も出ない人もいるからね。これに比べたらだいぶ運いいよ。何にも上がんねえ順位、きっつー。なんか別に無課金でやってるわけじゃないんだけど、なんとなくの無課金でずーっとやってきたから、久々に、トレマと、ダブルキャラ追加された時に、課金したけど、すんげー、出たからよかったけど、あれで出なかったら本当に、やばかったな。もうボス戦のパーティーも全然変わってないからね。とにかく頼れるやつを後半にタップして倒す。6位以内なら1億ポイントしてるよ。マジかよー。マジかー。いないねー。相当きついな。10億ポイントでしょ。ロシなんて使ってシャンクスシャンクス。あ、サボ溜まってないじゃん。ちょっと、まあ、ルフィいるからいっか。オッケー。今703万。これはやばいな。ずーっとね、レアマップだけだったらいいんだけど、きたー、ナイスー。
2連続。よいしょ。てか今日の朝さ、映画の予告出たんだよ。めちゃめちゃ面白そうやんって思いながら、超楽しみなんだけど。夏公開だっけ、あれ。アニメ20周年映画、記念映画か。なんかね、設定画みたいなの公開されてたけど、めちゃめちゃ気になる。あー、危ない危ない危ない。よいしょ。今回道中硬すぎる。わかる、すごいわかる。雑魚がね、雑魚じゃないの。よいしょ。あー、まだボスの方がほんとなんか簡単だわ。一撃でいけるから。ダコの方がめんどくさいわ。ワンチャン、トリプルセブン狙いはある。トリプルセブン狙いはあるな。けど、そしたらもうちょっと稼がないといけないよね。どちらにしたって。いやー、硬いなー。たまになんかもうカーソルがぐちゃぐちゃすぎて、攻撃頻度3のやつから攻撃して最後の方に1行くみたいなことたまにあるから、攻撃食らっちゃってるぜこういう時。あ、やべ。硬いね。ボスまで行ったら簡単なんだよな、本当に。開脚おばさんの意識になる。
OK。 とりあえず10時まで全力集会で。順位が変わらないっていうのがやべえよな。昨日のライブ配信が最後50何位だったかなぐらいで、今日の朝見たら207位で、で昼前に85ぐらいまでやって、今見たら111でもう固定された。明日の朝どんだけいってるかなんだよな。多分200位とか300位手前ぐらいまで下がってんじゃねえかな。777位のポイントってどんくらいなんだろう。すんげー気になるな。勝って属性合ってないとマジで勝て。明日なんか予定あるん？いや、特にないけど、もうなんかね、あ、やべえ、使うの忘れた。なんつんだろう。よいしょ、危ねえ。ライブ配信のね、準備しながらやると、長いんよ、準備が。だから、その分周回できるやんってなっちゃって、もうなんか、ゆっくりやろうと思った。グラディウス、とにかく叩きまくる。だからあれだね、3日目と4日目のライブ配信の予定はあれは削除だな。で、最終日の、最後の時間でやろうかな、ちょっと。それで終わりかな。で、その後の報酬を、まあ動画かな。わかんないけど、ツイッターでやるかもしんないし、動画作るかもしんないし、それはどっちでもいいかな。
よいしょ。とね、トリクルばっかやってると他のゲームめっちゃやりてえなってなってくるんだよね。フォートナイトやりてえってなっちゃう。はい。あ、間違えた、間違えた。やばい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 。やばい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 。やばい、流れちゃった。タスク切るの忘れてた。ここ後でちょっとチョキチョキしないとダメだな。いやー、待って上がらんな。俺のもうポイント倍率が限界に来てる。俺のポイント倍率じゃもう追いつけないぐらいになっちゃってるんだよな、俺。一旦取ったかな。あ、ないわ。あれだ、レアマップだからか。あ、べべべべ、よそ見した。このウソップトレマ終わった後使えんのかな。解除マンだからいけんのかな。よいしょよいしょ。オフホワイト、ロイマンシェリー、いけ。いいね。107位。よいしょ。
普通のマップだよね。なんかサポートギャラにもなんかポイント倍率来たらもうすごいことになるんだけどな。よいしょよいしょ。もうなんかこのライブ配信は完全に近況報告って感じだな。うわー倒せないよねー。もうだからこれはお肉は取らないでガンガン行くって感じかな。で、マム発動でぶっぱ叩く。オッケー。これさ、このコンパスさ、俺の中ですごい裏技みたいな感じで思ってんだけどさ、この押すじゃん、このコンパスを。で、周り、コンパスの周りを光がちょっとくるって回るんだよ。で、そのくるって回ったのが消えたぐらいに押すと5が出やすい説あるんだけど、俺の中で。これさ、押すじゃん。キュインって言ってからポッてやるとほら5が出るんだよ。これあると思うんだけどな、俺裏技。俺の中でこれがね、すごい説が出てる。キュインって回ってから、あー、ダメだった。俺これずっとトレマ始まってからずーっと信じてるんだけど、キュイーンって回って光が出るじゃん、コンパスの周りに帯見て光の渦みたいな、それが消えかけたぐらいで押すと5が出やすい説あると思います。あぶねえ。シュッと。もう後半になってくるともうみんな。パーティー変えていくもんね、普通。そういえば、あ、オッケーオッケーオッケー。バナーモードにしてたかなと思って。変な通知来たら嫌やん。さっきのコンパスもう一回ちょっと試してみよう。俺の中でずーっ
とそれ説あるんだよな。誰か分かってくんねえかな。シューガー、いや弱いよ。来なさい。特にこの人形が弱いよな。開脚、開脚。あー飛ばせない。オッケー。はいはいはい、来ましたよ。押すよ。押して光が出てから押す。まあ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 、押してぐるん。あ、なんで。わ、5行こうよ。ぐるんと回ってから、あれないな。ないな。はいはい。これ完全にね、声の使い回し。前も言ったか、これ。アウチ。オッケー。この放送は10時に終わります。だからもうあと、あ、もう30分経ってんのか。早いね。土日はもう5時間ぐらいやったけど、2日目はちょっと短めに。スロット。ここがね、少々きついんだわ。おう。意外といけたな。あ、いい、スロット。いいね。早いやん。ちょっとね。ああ、ヒッタン欲しいな、ヒッタン欲しいな、ヒッタン欲しいな、ヒッタン欲しい、ああ、ヒッタン欲しいな、ヒッタン欲しい、ヒッタン欲しい、ナイス。ナイス。こういうとこでは運があるんだよな。
グラディウスね。これクリアして、マップ抜けて、入って、回復したぐらいで終わるかな？ちょうど時間かな？最終日何時からやろうかな。あんま決めてないんだけど。終了時刻はもうトレマの終わる時間だけど、そこは確定してんだけどね。それ以上やっても意味ないから。5体満足でいられると思うな。いはいはい。チェンジして、チェンジして、まあ、いや、いや、チェンジして余計なエンハ入っちゃった。行きまーす。お互い様だ。アウチ。毎回スライドするときに押しちゃう。はいはい。11.78 倍。ん？ 48 倍？ 78 倍？わかんなくなっちゃった。よいしょ。明日昼頃？まあ一応暇っすね。やりますか？ あれだな。ちょっとコンビニにね、虹の宝石をちょっと買い物かごに入れてくるかもしれないけど。絶対足りねえもんな。砕く石がもうない。やりましょう。はい。はいはいはい。間違えた。普通に間違えた。もうめちゃくちゃ。
いちいち避けちまう。102。まだまだあのトレマのランキングには乗れないか。どんくらいだろうな今。あ、違う違う違う、こっちか。トップ100。あ、すごいね、さすがだね、上位陣は。7900。あー、まあ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 、おう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 、わかるわかるな。回復はもういらない。はい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 、急いで。手早く手早く。よいしょ。はい、来た、ナイス。さっさっさっさ。意外とお時間迫ってきている。早いね。1時間ってあっという間だね。時計だよ時計。どこ時計。このね、即属性が辛い。2体でやっと撃破ぐらいだもんな。よいしょ、いいよいしょ。オッケー、どんどん行こう。はい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 。クマウ強いよね普通に。あ、ランク上がりそうか？もうちょっと必要か。いやー、100位前後の人たち、すごいやってんだよな。普通にやってっから全然追いつけねえ。おう、間違えたぜ。OK。しっかりと、しっかりと倒していく。アウチ。言った矢先。下向きにパーフェクトを出していく。
オッケー。もう無理やり倒してるよね。倍率かかってないのに。オッケー。たまにね、音がちょっとブツブツってなるときがあるから、ここだけだよね。よし。ボス。一番簡単な場所。はい。ほい。はい。ほんとね、喋りながらやるってむずいね。改めて思うけど。むちゃくちゃむずい。だいたい集会してるときってみんな何も喋んないでしょ。無心だよね。キルどの順番で使おうかなぐらいしか考えてない。よく初日あんな長いこと配信したな。一回始めるとあれなんだよね。終わるのがあれだから、あの時はめんどくさって思って突き進んだけど、その後の反動がやばい。このドフラミンゴのボイスさ、なんて言ってんの？好きだらけだ。好きだらけだ。これはわかるんだよ。生きがってんじゃねえよってあるよね。そんなこと言ってたっけ？原作で。はい。生きがってんじゃねえよ。おう、届かない。オッケー。ああ、できればスロット変換したかったな。ほい。いただけた。目障りだ。3種類か。オッケー。またいつかあれだろうな、新作映画のキャラもトリクルに追加される日が来るんだろうな。 S ゲンとして決戦も来るだろうね、順番的に。ストロングワールドと、Z と、あと、ゴールド。あれ全部来てるからね。フェスゲンと決戦が。だから今回の、なんだっけ。なんたらバレット。忘れちゃった、名前。元ロジャー海賊団とか言ってね。めちゃめちゃ気になるんだけど。予告編見た方がいいよ。
よいしょ。行くべよ。よいしょ。よいしょ。新作映画の名前誰だったっけな、忘れちゃった。キャー、楽しそう。オッケー。ああ、さあさあ、本当にこれでドフラミンゴを倒してちょうどいいぐらいだね。今回はかなり短めだけど10時に終わる。てかもうあれだね、ドフラミンゴ倒したら終わるって感じだな。一旦ね、2日目の夜の近況報告。ちなみに、500万の、フェス限確定チケット、なんと、新規出たものの、めちゃめちゃ古い、4D 出ました。もう、いいかなって感じ。もういらないかな。そこでね、なんか、もっといいキャラ出たら、もう、いいんだけどね。ダブルキャラとかね、ダブルキャラとか、ダブルキャラね。白丸ね、わかる。わー !2 回目です。2分20秒、19、18、はい。こういうの、ちょっとタイミング悪いよな。でもね、2回目ですって言ってるけど、もう終わるよ。もうすぐ終わっちゃうから、このライブ配信。よいしょ。これでラストっす。ドフラミンゴぶっ飛ばして終わり。いった。うぜい。よいしょよいしょ。だーね、ルフィが言ってっから、ブラックマンバ、ブラクトンハンマー、アウチ。オッケー。おう。ずっと順位変わらん。俺な。てか、あれだよね。もう100位から上はもう全部変わらんのちゃうかな。もう、みんなが同じだけ周回してそのまま行きそう。夜寝たら負けの戦いだな。完全に。どちらが長くトリクルを起動して周回するかの戦い。おえー、よし。
ぶっ飛ばしたぜ。ちょうど。ああ、充実ねー。100位で。キリがいいな、100位。100位になる。ちょっとね、今回のトレボは頑張っていこうかなと思います、ね。じゃあ終わります、お疲れ様でした。最終日に、まあ、何時かわかんないけど、またライブ配信して、最後の確定順位を見せて終わろうと思います。お楽しみに。バイバイ。